嘘でーす。やっぱりね、これスターウォーズライトサイドセット、これね、弱いです。はい、これ強いって言ってる人たちさ、マジでスキルレベルなんぼだと思ってるんすか。うん、スキルレベルマックスだったらさね、逆に弱いツムってあんまりいないんすよ、最近のツムでね。うん、だから結局ね、スキルレベル依存なんすよね、このツムも。でまあちょっとね、やってみますけど、ああ、ゴインアイテムなんか使わない方がいいっていうコメントもあったんですけど、ちょっと間違って使っちゃいました。まあまあ、別に使ったって使わなくたってね、大した差ないと思うんで。別にね、スキル1に関してはさ。はい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 。で、今回もね、このツマは弱いですよっていうのを、証明していく動画になると思います。はい、はい。何しろね、これ弱いって、これね、まあ、見づらいよね、まず。そもそもパイロットルークがさ、そこまでね、見えやすいツムではないじゃん。っていうので、うん、本当に、まあ、見づらいよね、単純に。純粋にそこだよね。あー、うわー。私、これもちょっとね、短いっすよね、やっぱり。この、コンボの時間もさ。そもそもやっぱスキルレベル1である程度強いツムってやっぱ強いんで、そこでね、はっきり強いツムはね、強いって言えますし、っていうのでね、ちょっとまああかんのちゃうかなっていう。これがね、強いって言ってる人たちは多分強いツムを大して持ってないのかなっていうのと、もしくは当たんなくて、もうコインなくなっちゃって当たんなくて、で持ってる人をまあちょっと蔑むというかね、まあその気持ちはね、まあ、分かんなくはないんですけど、まあでももうリアルなこと話していくんで、僕は、うん、もうね、別に弱いものは弱いで、強いものは本当に強いって言ってますから。他の動画でもね、はっきり言うっていう動画は結構上げてるんですけど、うん、ちゃんと言ってるからね、本当にさ。スキルレベル1で、だってこんなさね、大変な作業してさ、恩恵何？恩恵ある？うん、別にね、コンボたまんないしさ、普通さ、ボムね、生成してくれるんだったらそれなりにさ、え、これやばくない？だってほら、まあまあ、それなりにさ、ね、スキル溜まってほしいじゃん。え、やばくないかこれ。いや、マジか。スキルレベル1で、これ半端ないっすよ、マジで。54アイテム使って、ね、1800コイン元取れないって、もう論外なんですよ、本当にね、これは。まあ、もっと弱い妻はいますよ、確かに。うん。もっと弱い妻いるんですけど、でもこれセット詰めですよ。で、しかもコメントでね、前回、まあ、前々回かな。うん。いやーこいつ強いからみたいな、何言ってんだお前みたいな、なんかランクじゃないや、ランクをなんかね、レベル、プレイヤーレベルをランクって間違ってる人もいたんですけど、うん、なんかね、レベル253なのに4000コインとか、なんか雑魚みたいな、パイロットルークとこのね、勝負する動画なんですけど、そういうのもあったんですけど、やっぱりね、うん、まあパイロットルークもね、あれ、あの動画の時点でスキルレベル3ですよ。うん、スキルレベル3で4000コイン稼げてれば十分じゃないですか。うん、まあもっとね、多分その書いた人は多分スキルレベル3とかで万枚とか稼げるんじゃないですか。うん、っていうのはね、本当に思いますね。でまあ結論としては、この動画のね、結論としては、もう、はい、このツムは弱いです。はい、弱い認定です。はい。まあなんかね、これに対して異論、文句なんかね、苦情なんかあれば、ぜひコメント欄で書いてください。うん。でちゃんとね、まあ根拠もね、合わせてコメントしてもらえると、まあ大人かなって思います。はい、じゃあね、うん、それぞれね、どう思うかは人それぞれなんで、まあ強いって思ってる人は思っててください。はい、もっと強いつもいっぱいいますしね。うん、この辺とかこの辺とかね、うん、正直こっちの方が強いっすよ、マジで。っていうのもあるんでね。はい、じゃあチャンネル登録本当にお願いします。これからもね、はっきり弱いツムは弱い、強いツムは強いって言っていくんで、チャンネル登録して応援よろしくお願いします。うん、もうね、運営に忖度とか絶対しないんで、もうみんなのね、期待に応えられるように頑張りたいと思います。じゃあ、高評価もね、よろしくお願いします。
ありがとうございました。恐竜にぎでした。バイバイ。